弾と、皆さん弾丸はスパイクチューンソフトの寺澤義成です。弾丸論破のプロデューサーをやってます。過去2回の放送は、見ていただけたでしょうか。今日はうちの会社を少しだけ紹介しようかなと思います。はい、こちらが、弾丸論破を生み出したスパイクチューンソフト、この会社の入り口になります。社内のいろんなところにモノクマがこうやって飾られたりしております、ね、ここにもここにも。こちらが会議室になっております。どうぞ。まあ見た目はねすごい可愛いんだけど、本当にねドス黒くて、まあもともと白黒になってる理由っていうのは、まあ善と悪とか、まあそういう意味合いがあって、そういうデザインにはなってるんですが、実のところかなり真っ黒です。本当にねこんな可愛い顔してすごいえげつないこと言ったりするんで、そこは本当に楽しみにしてほしいですね。やっぱりキャラクターとしてインパクトが欲しいっていうことで、まああのね日本の、まあ、アニメとしてはもう大御所の、あの猫型ロボットの、まあ、ボイスをやられてる、まあ、大山信代さんを今回起用したんですけど、やっぱり声を聞くだけで「あっ!」ってやっぱみんなが思う声優さんって他になかなかいないので、まあ今回オファーして、ね、断られると最初は思ってたんですけど、まあ快諾していただけたんで、まあ、そのおかげでねモノクマっていうキャラクターものすごく立ってると思います。何でしょうね、キーワード特徴、まあとにかくね頭が回るんで、まあなんつうんだろうね、悪賢いというか、まあみんながとにかくその生徒たちがね、みんな彼に踊らされてしまう、やっぱそこをね、楽しんでもらえるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回15人の生徒たちが学校に閉じ込められるんですけど、まあ、そこの学園の学園長っていう一応役割があって、まあ、学園長なんだけど彼が、まあ、みんなを閉じ込めて、しかも殺し合いを強要するっていう、そういうまあ黒幕的な、ポジションにはいるんですけど、まあ今言えるのはそのぐらい、あとはやってのお楽しみで、はい。そうですね、であれば、まあ、主人公である苗木誠っていう、まあ、キャラクターなんですけど、まあ、プレイヤーが、まあ、操作するキャラクターなんですけど、まあ、苗木くんは超高校級の幸運っていう位置づけで、まあ、他のキャラクターたちっていうのはみんな超一流 の、 そのスポーツマンであったり、まあ、格闘家であったり、オタクっていうのもいたり、まあ、いろんな、まあ、特化型人間がいるんですけど、苗木くんは何も本当にない、特徴のない普通の子なんですけど、単なる幸運でこの学校に選ばれるっていうですね、まあ、非常にプレイヤーがその感情移入しやすい普通のキャラクターなんで、まあ、その彼がどう成長していくのかっていうのが、まあ、このゲームのストーリー的には楽しめるところです。そうですね、苗木くんの声優はあのエヴァンゲリオンのシンジくんをやられている、まあ、尾形めぐみさんが、まあ、やられてるんですけど、やっぱりそのなんて言うんだろうね、少し優しい男の子というかピュアな男の子を演じられるとものすごくやっぱりハマるんで、まあ、今回苗木くんっていうキャラクターに、まあ、ちょうどぴったりかなということでオファーをしました。まあ、やっぱりさっきもちょっと言いましたけど、一番その普通な子、やっぱ他の人たちもちょっとぶっ飛んでたりもするんで、まあ、どうしても自分が
の気持ち的に投影しにくいキャラクターが多いんですけど、まあ、苗木くんは本当にね、なんか等身大の高校生なので、まあ、非常にその感情移入できるんじゃないかなということで、うん、今回苗木くんが主人公になってます。そうですね、うん、まあ、一応最初からもうそういうスタンスで、まあ、入学はしてくるんですけど、まあ、その後まあ閉じ込められて、まあ、ストーリーを追っていく上で、まあ、さっき成長っていう言い方をしたんですけど、ただの幸運じゃないぞと、じゃあどういう立ち位置になっていくんだろうっていうのが割とそのゲームのストーリーの根幹に関わる部分なので、まあ、そこはねぜひゲームをやってみて確かめてもらえると嬉しいなと思います。それは僕個人がっていうことでいいんですよね。僕はね最初からもうずっと言い続けてるんですけど、朝比奈葵ちゃんっていうあの超高校級のスイマーっていう女の子がいるんですけど、その子がもう本当に可愛くてたまらなくて褐色スポーツ巨乳子なんですけど、あとはねあのいろんなキャラクターがいてやっぱ変人が多いんですけど、まあ、男の子で言えば苗木くんが一番普通の子なんですけど、女の子で言うと一番常識的なキャラクターが、まあ、朝比奈なので、まあ本当に何て言うんだろうね、まあ確かに能力的にはものすごい子なんですけど、まあ割と身近にいるとすごい嬉しいなっていう、うん、そういうキャラクターになってますね。だデザインで口出したのも朝比奈ぐらいです。僕他はまあ基本的にまあ小松崎っていうまあデザイナーがとまあ小高が作り上げたまあキャラクターなんですけど、朝比奈ちゃんだけはちょっと口を出しましたっていうぐらい好きですエピソードね、エピソードで言うと、まあ、短パンなんだ後ろ姿ローアングルからのっていうところにちょっとこだわりがあってそういう写真をですね、あのいっぱいネットで拾って開発にバンって送って、これだよっていうぐらいこだわって、あの小松崎にはリテイクを出しましたけど、みんなってちょっと惹かれましたけどまあ健康的な女の子がねやっぱ好きなんでね、はい第3回どうでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。残念ながら来週で最終回となりますが、ぜひ来週も見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。